ちょっとわかりやすいに行くよ、もうこれ、これ正解してよ、頼むよ、もうこれ正解してよ、絶対。いや、ちょっとごめん、KFC があるからな。いけそうなんだけどな。これもうだって1時間経つからね。そうやな、もうこれラストぐらいよ、もう問題としてはね。ラストぐらいですから、うん、決めよ。これ決めてよ、ほんと決めます、決めます。じゃあちょっと今まで、はい、はい本気出すわ。いくよ、はい。これちょっとね、これちょっとそんな最近の言葉じゃないんですけれども、まあ、はい、ちょっとこれ分かってほしいなということで、これいきます。はい、ここで2点取ればまだ島さんに勝つ。こちらです、可能性が、オクチョですね。はい、ぜひ正解、もう優秀の美飾って。これじゃあこの問題、オクチョね、オクチョ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 。じゃあこれどっちも正解したら、意味とね、例文、3ポイントでしょ。やば最後の今までのやつ何やったんみたいな。いや3ポイントやから3ポイントね、うん、まだこれ あの結構ひっくり返りにくい、なんなら。まあそうね、でもなんならマフ君にも全然チャンスあるっていう話です。これ あるんすよ、あるんすよ、はい、あるんす。オクチョね、むずいな。これ例文も欲しいかな、できたら。うん、オクチョ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 。発音は、発音はオクチョ。あ、それはもうちょっと俺も知らないっす。そっか、俺は文章でしか見てないんで、ちょっとあんまり分かってないっていう。オクチョの、オクチョ、オク、オクチョ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 パス、オクチョ、オクチョ。なんかあるよね、でもこういうのってね。オクチョ、オクチョ、オクチョ。ちょっと分かんないかもむずいな。これはなんだ、はい、なんだ、オクチョ。いや、なんかあんまりひねんないでいこうかな。俺もひねんないでいきます。あんまりひねんないでいこうかな。やっぱシンプルが一番。つうか、これしか思い浮かばなかった。言うて古いはもう惜しかったしね。おな、確かにな、ギリギリ惜しかった。だからやっぱシンプルがいいのよ、こういうのは。いいね、ひねればひねるほどどっちもいいから。そうやな、そうやな。はい、いいですね。まあでも最後はね、ちょっと飾りたいよね。あ、そうやな、まあ最後結構でかいからね、正解したら。うん、そう、やっぱり綺麗に。でも、むしろこれ他に何あるかな、もうちょっと考えて。ひねりは出そうよ、正解者。やっぱね、3人以上集まってるからね。はい、10の10以上のものが出るからね。さあ、ウラタンと、あとマフ君、マフ君かな。うん、ちなみにコメント欄で3ポイント以上現状取ってるやついんのかな。コメント欄でいるかな、どうかな。あんまり正解なかった。結構見てた。いや、ちょこちょこいるんですよ、たまに。はい、たまに。絶対違う、絶対違う。ちょっとセラクもうちょっと考えたい。そんな考えんでもええんやけど。全然いい、考えてください。まだウラタン来てないから大丈夫よ。いや、かけないやつら。むずいな、これ。どうせ一緒やってまう。これラスト問題ですからね。はい。いや、ちょっとでもあれかな。だったら他にあんのかな。ちょっとあれかな。いや、でも俺これ以外思いつかない。いや、ダメだ、思い込む。無理。無理だ。もうこれでいいや。投げてもた。はい。いや、全員揃いましたね、これね。もう、はい、いいですか。お願いします。はい。じゃあ、ソラルさんからいきましょうか。はい。じゃあお願いします。結構近いんじゃない、ソラルさんは。やっぱり、いや、でもこれしか思いながらだった俺。億万長者、あー、宝くじ当てて億長なりてー。送り人の意味ね、これもはや。そうっすよね。まあそうね、それ。あ、億長、あ、それか。え、これしか思いが。確かに、億万長者、億万長者か。はい、俺もそれ一回考えたぐらいの。後ろマジなんで分かれた、通った道を。じゃあこれマーシーも行きましょうか。はいはい、お願いします。意味は億万長者で、うわすごい。ガチャー、ほんまごめんやで、億ちょったわ。うわすげえ、最後のまとめを、まとめだ。全部使ってる。まとめだ。すげえ、最終回だこれ。いい、なるほどね。いいよ、うん、億ちょった、なっちゃった、もうね、なっちゃったみたいな感じだよね、もう。そう、なっちゃったもん。これ日本語なんだよな。はい、
じゃあ、じゃあマフ君行ってみようか。はい、うん、マフ君お願いします。あるもしかして、ちょっと億劫の意味で面倒の意味、うん、これから馬先行くの億長やわ。いやいや、絶対世代億劫なんて言葉知らないから。そんなバカにしない。知ってる。知らないから。ありそうじゃない億長。いや俺あると思うよ、結構近い。だよね。いやダメすぎだよ、絶対世代。でもね、ちゃんと馬先使ってるから。ちゃんと馬先入れといたから、ちゃんと馬先使ってるからね、かなり素晴らしい。うん、うん、はい、じゃあ坂田行こうか。はい、はい、じゃあ坂田お願いします。このサラダ億長に合わない。やかましいよ。やかましいよ、お前。ハンドルなんだ。やかましいな。いやかましいよ。億長に合わない。やっぱ億長に合わないよ。かわいこぶ、かわいこぶんな、こいつは、お前。ジョジが。ジョジ風に発音してんでしょ。ジョジ風の発音。億長に合わない。そう、ジョジ風の。ジョジ風に言うな、お前。じゃあもうラストはもうやっぱ浦田にね、ちゃんと言ってもらいましょう、本当。締めてもらおう。はい、浦田お願いします。こちらですね。はい、はい、意味は、意味というか、ケムさんの楽曲、はい、億長年と一夜物語。はい、もう帰ってください、もう本当に。億長年。不自由な人、不自由な人出てきた。カラオケで頑張ったんだよ。頑張ったんだ。頑張ったね、これ頑張ったね。はい、これ正解出します。熊、はい、長尺性やな。これちょっとね、結構古い言葉なんですけど、古いっていうか、まあそのつい最近じゃないっていうだけでね。これ、こちら正解こちらです。はい、意味送ってちょうだいね。全然違う。例文としては、明日の集合場所、じゃ集合時間と場所送っちゃおみたいな。ああ送ってちょうだいね、なめるなよ。はい、送ってちょうだいねって何これ。なるほど、カマチョとかの親戚ってことね。あ、そう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 それか。はい、そからの億長か。はい、そうです。カマチョだっけ、意味かまってちょうだい。かまってちょうだいか。かまってちょうだい。かまってちょうだい。そう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 。かまって。じゃあこの例文もそらさん読んでください。そらさん、この例文読んでください。集合場時間と場所、億長。あ、いいですね。素晴らしい。さすがおじじ。いや、違うの。変わらんのよ、みんなもう。だポイントは、ポイント。はい。でも結果発表いきます。具体的にひどいな、これちょっと。はい。結果発表。しゃべ。ソラルさん、二ポイント。おお。でも結構すごいよね、二ポイント。はい。マフ君、ゼロポイント。うわ。ひどいな。ひどいみたいな。ウラタン、最後に発表してあげてよ。二ポイント。よし。おお。ほらよ。マーシー、シマ君。3ポイント。よいしょ、すげえ、ありがとうございます。おー、すごい。坂田、はい、1ポイント。はい、よって島くんの優勝です。やったー、おめでとう。おめでとう。ありがとうございます。 Z 世代だ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 。いや、素晴らしい。ここから S を Z に変えて自慢にしましょう。自慢、自慢ね。S じゃなくて、いやでも億長いけたな。億長いけましたね、これ。僕がね、いけたな。聞いたときに確かに、そしてそれはもう送ってちょうだいだわ。そうなんですよ。カマチョを聞けばね、いけてたね。カマチョじゃねえとか言ってたらな。そう、自分のね、頭の硬さをちょっと。そうですね。どうすればさ、覚えられんだろう、こういう言葉。君は勉強不足だよ、君は0ポイントだし。あ、そうだよ。恥を知れよ。恥を知れ、恥を。まあ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 、でもね、まあ、触れてないからね、そんな触れ合ってないからね。そうね。いや、でもね、やっぱマフマフは歌詞も書くから、あの、新しい言葉をやっぱ追っていかなきゃいけないと思うよ、俺も。確かにな。マフの言葉が全部 Z 世代の歌詞になってたらめっちゃおもろいけどな。いや、でもね、やっぱ
あのガチでなんかそういうテイストの曲欲しいっていう時が来た時に、はいはい、マクマフさすがにこの口かけないよなっていう風になっちゃうからね。やっぱ俺はそのマクマフにはそういう意味でももっとちょっと頑張ってほしいなって。はい、じゃあ次回なんかね、ここの誰かに曲を書くことがあったら悪いけどそういう言葉使わせてもらう。いいじゃん。めっちゃ興味あるけどな。サビからタンフルって出てくるからサビから。いいタンフルタンフルペロ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 ペ